今日はですね、久しぶりにですね、ローライダーが帰ってきたんで、まあ、帰ってきちゃってなんで、ずっとディーラーに預けっぱなしだったんですけど、久しぶりに見るとですね、やっぱでかいですね、ハーレーはね。これは2010年モデルかな。買ったのがね、大地震の前の年なんで、2010年かもしれないね。ちょっとね、そんなあれでずっとバイク小屋いたんですが、まあ、今日はですね、そんなあれで家の中入らず、夕飯はですね、これかな、まるちゃんの製麺、それとチャーシュー買ってきたんで、味噌チャーシューか作って食いたいと思います。ちょっとね、いろいろね、バイク小屋、乱雑なんですけど、ひっくり返すとね、いろんなものが出てきますね。こういうのももう一応ガソリン、中身はね、ホワイトガソリン、さっき新しいの入れたんですけど、ボトルはだいぶ古いやつ、これ MSR のガソリンのボトルですね。せっかく出てきたんでね、これ使って美味しいもの作ってみたいと思います。じゃあですね、外なんで寒いんで、これはね、黒霧島ですね。黒霧好きでよく飲むんですけど、これをですね、お湯沸かして飲もうと思います。先日、X バンドね、これ非常にいいですね。動画もね、見てくれてる人結構思ったよりいるみたいで、反響が一点だけありました。これ非常に好きですね。ちょっとこれでですね、うまくこう収まってるんで、まあお湯でも沸かしていこうかなと思います。今日はね、あんまり使わないんですよね。使わないんだけど、いつもね、雪山の時は持ってこうと思ってるんだけど、もうめんどくさいんでやめちゃうパターンのストーブで、これは、まあ知ってる人のほとんどだと思うんですが、ウィスパーライトですね。これで、これね、やっぱすすつくんだよね。気をつけて持たないと、えらいことになりますんで、気をつけてください。で、僕の場合は、ガソリンのすすがね、テントの内側つくの嫌なんで、全部アルコールでやってます。さあ、やりますか。最近のこれね、キャップはダメね。チャイルドなんとかっていう、もうチャイルドなんかいない家はもう邪魔くさくてたまんないね。Thank you.
チャーシューをね少し切ってから用意しちゃう、チャーシューの用意します。冬はね、本当に鍋なんか僕が一番好きだけど、その次ぐらいにね、味噌チャーシューが、あのね、おっさんだったらね、
だんだんこういう汁物ばっかになってきましたね。やっぱり歯が弱くなってきたからかな。ちなみにですね、あの FXDL はですね、もう何年経つんだろう、7年目ですかね。そんなに距離数乗ってないんですけど、しばらくカスタムで出してましてね、どこカスタムしてるんだって言ったら、まあ例えば、まあ、キリがないんで言わないですけど、結構現実、まあ後であのナンバーがついてるんですけど、車検取ってないんで、あと保険も入ってないんで、とりあえずですね、後で、ハーレー好きの人はもし興味があったら見てください。じゃん、こんな感じですね。あ、そっか、そうだそうだ、あのね、タンデム、もともと純正はこう2人乗りなんですけど、あのラペラのねシングルのシート入れてんだよね。ただこれね結構したんだけど忘れちゃった。あとショックは当然下げてます。若干車庫タン気味。マフラーはね、ディーラーに預けてるんでノーマルくっついてますけど、いつもつけてるマフラーは、まああんまり言っちゃいけないんだけど、爆音のやつですね。V ツインの、まあ、おなじみのエンジンです。ちょっとね、点灯したりとかね、あとはこれはあの僕が勝手にあの黒く塗っちゃったハイウェイペグですね。あ、これね点灯した跡がね未だに残ってる。ちょっと後でねこの辺の工具を使って、ガチガチやっていきたいと思います。ではでは。